回履行したアイテムが揃えてからという段階であれば戦国としてもボート見れると思いますね。こう MF とニーコにこう押されて苦しいからっていうので行くのは結構難しいですか。そうですね、ニーコの W がかなり厄介で、あフックに対してのカウンターがかなり機能しますからね。確かに。さあそれでは見ていきましょう。 LJL2024 スプリングスプリットデイスリーマッチ2 V3 スポーツ VS 戦国ゲーミングスタートです。おファーストストライク、タナとビニが選択しています。もうダメージが与えられる前提でより有利を稼げるようなルーン選択ですね、うん、エテルもイグナイトの選択です。夕日はクレンズ、ビニはヒールですね。うん、そして厳選手、これアフターショックなんですね。まあ防御よりのルーン選択にはなりますが、こうガーディアンと違って比較的まだ積極的というか、うん、グレーシャルオーグメントだと本当に積極的なんですが、アフターショックであればある程度 CC を与える、その余地はあるだろうというそのですね。仕掛けたタイミングのまあ硬さがね特徴ですから、まあ、あとやろうとすればニーコの W に対しておたたくすれば一応アフターショックは外すので、まあまあ、そのタイミングで欲しいかどうかちょっと分かりませんけどね。タイミング次第ですが、そういった使い方もできるかなと思います。さあトップサイドからのジャングルスターズ HR って、トップサイドからエリンです。いや長弾、まずは一発目のご挨拶ビニからユウに対して、イソちゃんこれが大事ですかね。さあオートアタックで爪を入れつつブッシュの主導権取っていきたいですが、 V3 としては早めのワードだったようですね。かなり序盤に置いていたようです。ブッシュに一本刺さっていました。リバー、そしてラプターの前に戦国としてはワードを設置して情報を取っている。レベル2の先行はヘテルとミニで取れそうです。手前のブッシュにワードは刺さっているので状況としては見えていますが、戦後のボットの位置はややゾーニングされている状況になりました。エリムとしてはボットサイドからのスタートでトップサイドに流れる動きになりますから、ちょっとボットのカバーはないということになります。この2分のところで戦国は、まあ、一旦耐えるフェーズになると思いますね。さらにこの後エリムがラプター前まで行けばワードに移りますから、うん、そこからさらに積極的に V3 としてはボットサイドで動くことができるでしょう。セラということもギリギリ、どうだ、今消えましたね。あー今え、どうだろう、ピンは出ていないように見えますが、どうでしょう。ちっちゃいラプターが動いたのを確認できていればですが、出そうな感じがしますけどね。ただチャンピオン自体が映ったわけではなさそうなので、相当注視していないと気づかないでしょう。ミニマップだけ見てると分かんないですね、うん、まあ、ボットレーンに関してはセラということもあって、ある程度こういった形で体力の回復がありますから、ダイブされないように体力維持というところができると思います。いや対処、まあ、対面が、ね、レンジレンジだと結構霧のスタックもためづらいですからね、うん、セナとしては積極的に戦う機会があればというところですが、いや絡まれからいいダメージ、ゲームカボイルとフックを伸ばしが、ここはミニオンブロックだ。夕日の体力半分以下まで削れました。ポーションもこれで最後の一つです。トップレサイドエリムの位置がワードに移りました。それを見て V3 ヒロキボットへのダイブを敢行するか。スクライブルーム状況確認してプレッシャーをグッとかけていきました。エリムはまだトップサイドでスカドルを勝った後、ここはリコールにはなっていますが、ノーチラスもいるというところでダイブまでは行いませんでした。ポーション食べることによって何とか体力を維持しましたね。ビスケットも届いています。ユヒただやはり今ターペレートもおっといくですが、これは分身出していますが本体には当たっている。そしてイグナイトからフラッシュアウト、ダメージはうわギリギリ足りません。耐えましたヘテル。ゲンが追いかけ続けるビに対して、ただここに HRK やってくる。フラッシュアウトで逃げる判断、お互いのデッド。ただ主導権 V3 のボットレンが取っています。いや惜しかったですね。エリムのカバーもありますが、お互いのジャングルのカバーからベイトをするか。いやここは V3 も無理はしません。ただリコールのタイミング狙っている、視界はありません。あこれは体力のある HRK が壁になるのでエリム仕掛けません。ただリコールを遅らせることはできました。視聴者投票では 78% 戦後ゲーミング機会がありますが、松永ちょっとボットは苦しい中、うん、一旦リコールタイミング作れましたから楽になりましたね。あそしてこのタイミングでサポートアイテム購入、なるほど。
何か気になりますか？あ、いや、サポートアイテムを最初両者とも買ってなかったんですよね。ノーチラスが今このタイミングで買うんだっていう、あのセナが買うのかなと思ったんですよ。はい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 、はい、両者ともドランシールとドランブレードの選択からスタートしたので、まあ、セナが途中から買うのかなと思ったんですが、まあ、さすがにその最初のレーニングフェーズが辛すぎるからっていうことですかね。多分そういった意図だと思います、面白い選択でしたよね。ただ結局ドラン、サポートアイテム両方買ってということですか。まあブラッドソングがあるおかげで本当に今どっちもダメージ出ますからね、はい、次のパッチで流されますからね。流されますけどね。おっとエースが動いていく。レベル5のエネミー設定ができそうか。やったらボットルンな追尾すでに行われている。夕日に対していいダメージだ。ビニが前に出ていく。ここはゲンが止めに入りますが、エリムが捕まっているか。ヘテルを倒しきれればという瞬間でしたが、ファーストブラッドはビニユースがずっとミッドからついていくことによって大きく HP を削れたのが構想しましたね。さあ各も離脱はできていそうです。さあこれで VC e スポーツファーストブラッドを獲得。5連くらいから円幕を出しながら、うん、いいダメージトレード。レベル6になっていますが、ここからキルプレッシャーあります。一旦このワンアクションをトップまでの段階というところで V3 はボットでの使用権握りましたから、うん、これをうまく使ってドラゴンへつなげたいですね。カッくんはマーキュリー選択、エースはソーサラ選択ですから、まあ攻撃的と守備的としっかり分かれてますね。しっかり HRK ドラゴン触ってますね。そしてこのタイミングでリミングはボイドグラムに触って、まあ、トレードに持ち込むと、うん、さあ夕日セレイテッドダークまで購入することはできましたが、右の方がロングソード2本分リードは進んでいる状況です。ヘクステックドレイクから取っていきました。 V3 この後の展開もボットでは V3 が有利を握り続けますから、はい、まあ、ちょっとウィークレーンであるタナはタイのレーニング、まあ、ただそれでもか、まあ、十分ファームはできてますからね、はい、しっかりファームを継続しながらプレッシャーを出していくと。さあだいぶ時間はかかりましたが、3つなんとか借り終えてレベル6です。戦国としては、まあ、ちょっとボットは苦しいながらも同じような形でエリムにカバーをもらいながら、まあ、1コア完成までは耐えてきてですね。ああここもヘテルがスネアを当ててダメージトレード、ゲンの体力を削っていきます。 HRK がここに寄り添うようにゲームを行っていく。視界を消しきれているわけではありませんが、大量のミニオンとともにプレート1枚取れそう。いやバレットタイムキルを狙っていく。夕日耐えられるか。フラッシュアウトになります。あの位置あのコンボでこの削れですか。ものすごいダメージでしたね。リーコのイスキル当たった判断から、はい、ここまで削れますか。ちょっとだいぶそうですね。エリムがカバーにやってきます。 HRK どうするか。リコールに入ってますが、リコールやめましたね。やめました。だいぶ回るぞ。カバーはある。時間がかかれば勇気のセナの回復もありますが、さあエリムの位置を V3 としても確認はした。プレート2枚は確実だ。スネア打った後引いていきます。素晴らしいですね。このアクションでタブレット2枚獲得。ええ、ミニのユームの霊剣は出そうですね。これでそのミスフォーチュンのその序盤のレーニングとしてはこう、まあ、成功をしてますよね、うん、そうですね。まず第一段階成功と言っていいと思いますね。よりここから14分の間にどれだけいじめられるか、うん、まあ、最低限もう1枚3枚目までは獲得したですね。さあトップサイドではまあイブファームタナとしてもイグナイトの選択ではありますが、まあ、押しながらトップサイド押し付けるようなレーニングができていますから、ボイドグラブの次のタイミングリフトヘラルドも4分ほどで湧いてきます。エースが動くか。トップサイドブラストコーン使った先エリムと出会えばというところでした。これはすれ違いましたね。ただレッドバフが上がっているという情報は掴んでいますから、まあ、ある程度ジャングルの位置が予測できている分 V3 としてはボットサイドで派手に動きますね、まあ、上側に来るだろうという、ええ、まあ、ボトンのジャングルのチェックも今ヘテルが行ってましたからね。うん、ミッドでもかなりのプレッシャーエース出してますね。天幕から
イエス様出来上がってるの素晴らしい。あのここで少し上側に V3 体を振りますか。もっとこうボットレに寄り添い続けるかなと思いましたが、まあ、あまり長い時間やってしまっても死んじゃうのレベルが上がらないので、ダメージ取るとかうまくタイミング、うまくいくタイミングであったりとか、ボットレのウェブコントロールで押し付けたときに大量のミニオンが倒したら落ちるタイミングに寄れるというか問題ですね。あと1分40秒で次のドラゴン、そしてその間にレッドバフ、クルーグと張ることもできそうですから、まあ、レーン作って V3 としてはドラゴン、まあ、ファイトなり取るなりいけそうですよ。さあこの2V2 の睨み合い、いやここ2人で跳ね返します。素晴らしい睨み合いではありますが、やはり V3 の方が一歩奪っていきますね。リバーに入れません戦国。いや徐々にこうエイムのタイルが削られている。いやエースとヒロキはうまく当てますね、スキル。エリムとしても狙ってはいるんですけどね、ちょっとここはチャンピオンの性能的に難しいものがありますね。おお、ジャングルの中探しに行くぞ。体力の減ったエリムではちょっとここ見つかりたくはないですが、ただキャンプは奪われたくないですし、ファンブをしたい。ボットレーンに向かって動いてきる HRK、 ここはダイブにはしませんが、ちょっと視界が相手のジャングルに対して取れませんね戦国。出ていくが、おっ と壁に対してフック、怒りだけが当たらなかった。爆雷発射を打ちながら自身を守ろうとしますが、 HRK のキルになります。ノーチラスのフックが壁に当たらずブリンクできませんでしたか。ゲン、フラッシュもダウンになっています。ドラゴンまで残り20秒、ちょっとタワー下にはいられないということで夕日は一旦下がってですが、リコールなので戻れる。さあ今のキル分もアイテムに変えて、まあ、V3 ドラゴンに向かってもいいですし、ボイドグラブはキナツも動いていますから戦国が獲得になりそうです。まあ一旦ここまでのトレードに関しては、まあ、かなりテンプレートに近い形だと思います。高動作もそこまで、まあ、大きくない、まあ、ボットちょっと苦しいんですけど、まあ、大きく離れていないと言っていいと思います。まあ、下側で有利を取った方がドラゴンを取り、はい、そうでない方がボイドグラブを取ると。そうですね、問題はこのドラゴンを取った後何リフトになるのか、そしてリフトヘラルドをどちらが取るのかですね。さあボイドグラブを今エリムが借り終えました。パワープレートも3枚破壊できています。ホットレーン順調ですね。さあクラウドからオーシャンまでですね。強いですね。リスリーとしてはオーシャンソル獲得狙っていきたいですね。うん、さあリフトヘラルドどうでしょう。あと40秒ほどですが、コアの完成具合になると思います。カックンのナッシャートゥースは完成しないとちょっとダメージの張り合いというところで弱まれませんから、そこは見ていきたいですね。なので今このリコールタイミングを作るためにエリムがミッドカバーしているとエースとしても積極的に仕掛けるが、おーかわしたエース、ただそれでも突っ込んでいって HRK と合わせるか。いやただしここはエリムがうまい、竜の怒りで煙幕の外に出しながらエースを刈り取って1キル獲得は戦国。強勝は当たりません。ビニーとヘテルがここに合流してくる。追いかけるのはゲン、分身をブロックにして怒り投げは打たせません。1キルの獲得戦後ゲーミング。 V3 としてもいい仕掛けだったんですが、エリムがそこを逃さなかったですね。強気に行きましたが、上回りました戦国。カックンもこれでリコールできるのでしっかりとコアアイテム揃えてリフトケラルト見ると思います。リソース的にどうでしょう。アルティメットを切ったのがエリムとカックン、夕日もないですね。うん、 V3 側の方がまあ、エースのアルティメットのみしか使用してませんから、このままリフトヘラード獲得になりそうです。そうですね、ちょっと情報が足りないですね。エリムとしては相手の狙いを外してここにやってきたんですが、エースに見つかった。さあリフトヘラードの獲得は V3 まだ見合う。ここから1対1の状況になるという流れになっています、はい、リフトヘラルド難しいですね。一回ファイトに、おっと1対1仕掛けているぞ。カックンブリンクも使用しましたが、エースもここは仕掛ける方法がないか。エイムも近くにいたので強気にはいきません。
さあただしダイブの可能性があるということで、かなりお互いに寄ってきているぞ。さあヘテルがまずは絡まれ、エルミに対して狙っていきました。ここはワードブリンク、まあ、一旦リセットの形になりますか、はい、リフトエラルド何が難しいんでしょう。まあ、そのアウターターンを狙うにしても、はい、やはりその、まあ、操作が難しいというのもありながら、ちょっとこのタワーの体力だと破壊しきれないので、うん、そのままファイトになってしまうという展開が考えられます、まあ、もちろんそれも可能なんですが、ドラゴンを獲得したいという考えを持っている V3 からすると、ちょっとドラゴンファイトにタックしたと面白いかなと。 HRK に対して怒り投げですが、エース前に出てきて、ただ最後の防衛を食らっている。夕日は立ち位置を変えながら味方の方ですが、ポップブロッサム、ここでヘデルが決めていく。ただそこにバレットタイム合わせて気なつ寄ってきていたんですが、さあ1キルまずは打ち取って人数差をつけたの戦国、追撃をすることはできませんでしたが、十分な働きになりました。1キル獲得、戦後ゲーミング、ここはテレポートの差がいきましたね。しっかりとキナツが寄ることによって集団戦勝りましたね。トップもカバー入るのでアウターター破壊はつながらず と、 おっとエルムを来ている狙うか。ワードで位置情報分かって、エルム竜の怒りはあるので蹴飛ばして、タワシャに逃れられないようにポジション取らせました。導入者団も飛んでくる、フラッシュアウトしましたが、カックンの追撃間に合って1キル獲得、強勝は外れている。エース、ここは1キルでも取りたいが、本心手裏剣はステップでかわしています。HRK この間にミッドに合うタックルするみたいなカウンターが言いたかったですが、ちょっとかなわなかったですね。リプレイです、まあ、まずはこのファイトに対するキラトのテレポート、うまく2個のアルティメットを入れたんですが、バレットタイムが入りきるような状況でなかったですね。ゲンがギリギリ残ったと、いやトレードも見えたんですけどね、届いていれば。総合的にはアウタータワー破壊できなかったということも加味すると、戦国の方が上回ってますか。なのでここら辺の時間から、まあ、コアアイテムが揃ったということもあって、ファーストファイクを戦国が迎えるので、ちょっと V3 としてはエンゲージをうまくやらないとスキルが噛み合わない、ダメージが足りないという状況になりそうですね。テレポートからそのポップロスタム後のヘテルをこう的確に捉えていたのは気夏のダブルでしたね、うん、それで逃げられなかったと。さあドラゴン17秒取れれば V3 3スタックなんですが、まずこのドラゴン取れるかどうかがかなり V3 にとっては大事ですが、ヘラルドの召喚ですが、ミニオンは互いにぶつかり合う状況です。絡まれ捕まっているのは気夏のみ、 MR しっかり積んでますからね、ダメージは届いていない。お、皇帝のブーストレーで壁でぶつけて止めた。なるほど。しかしそこにバレットタイム、素晴らしい形で入っています。ポップラスを捕まえているのはキナツ、タナのキルになっている。エース突っ込んでいて相手を翻弄しながらですが、怒り投げ、これは分身でブロックできています。1キルの獲得は V3、 ただリソース多く使ってしまったのでドラゴン触れないですか。睨み合い継続できるでしょうか。非常に面白い判断でリフトヘラルドは止めましたが、まあ、それにスキルを使ったという部分もあったでしょうか。さあエリムがドラゴンピットの裏に回り込んでいる。バレていないか、隠れているぞ。竜の怒りはある、蹴飛ばした。 あこれは、いやしかしうまく切り返した、一瞬分身で消えたのでキャストが切れましたが、クールダウン入ったわけではなかったので蹴り返すことができました。タナのキャッチに成功、かなりダメージもらってしまったので一度下がります。これによって V3 ドラゴン取れそうでしょうか。まだアクションを見るか戦国、エリムの体力は戻っています。視界がないか、間に合いますね。ゲンが体を張る、怒り投げ、壁に対してフラッシュアウト先でビニースニアになっていますが、ダメージ足りていないか。ドラゴンはどうなる。398、取ったのは HRK。 ドラゴンピットの中ビニーは取り残された。ここは刈り取っていきますエリム。ドラゴンの獲得が V3、 キルは戦国です。このトレードであれば V3 としては悪くない状況ですね。いやーちょっと V3 の今の戦国のエリムの仕掛けがちょっとどうなっていたのかリプレイで確認したいのですが、まあ、そういったちょっと起点を聞いたいい仕掛けをギリギリかわしていきますね V3。 Q からこうフラッシュアウトした先でミソジュスネアにはなっていたんですが、おそらく位置が分かっていなかったので Q で入れなかったんですよね。アルティメットがどう動作していたのかちょっと確認したいですね。 まずここですね。あ、これは最後のところさ、はい、Q に対してのフック、
こっちに効果接したんですか、ドラゴンタップ。まあ、ここまで体力削ることができればもう十分ですからね、みつごちんとしては仕事しっかりできていると思います。まあ、グローバルコールドのところで戦国ゲーミングが勝っている通り、まあ、ファイトの形では十分戦国ゲーミングとしてはやりやすい状況になりつつあると思います。まあ、もう少し時間が経てばスケール的に構成的に勝ることができるので、あと少し時間があればという状況ですね。対して V3 としては、まあ、ドラゴンソウル獲得を狙っていきたい、もう積極的にファイトを狙っていってということになりますね。あと3分で、まあ、オーシャソウルが狙えると、うん、エース選手もビルド的にリッチベインの選択ですか。本当に攻撃的なビルドの変化にしましたね。うん、あと本当にこのタワーが割れればというところなんですが、ずっと守ってますね戦国としても。これによってファームは行えていると。誘い込もうとしているが、いや乗らないですね。視界はないですが、しかりエリム選手からフェイスチェックをしてという形で見てますね。バロンピットの裏からスキルって確認しているような状況も見えました。キナツが回り込んでいました。ここにはコントロールワードがありました。戦国側としてもこのアウタータワーにプレッシャーをかける、そしてミニオンを仕込んだ後に今度は自分たちが視界を取りに行くと。ここら辺の枕は本当に徹底してますね戦国。エリムが裏を取るか。兵器神速当たりましたが、あ、この間にカックがトップのアウタータワーの破壊に成功です。南アイの中でもタワーの破壊に成功したのは戦国。今度は3つのアウタータワーに対してどうなるか。怒り投げ、ここは届きません。エースが面白い位置、ただ気なつに見つかっている。ぶつかり合うか、ハゲの遠投法、スタッカー溜まっているぞ。さあ剣が少し捕まって体力を削られましたが、味方の元に引けてはいるぞ。ただこの小競り合いによってビニが少しずつアウタータワーを削っている、削っている。ただ取らせはしない、怒りない、ここで決めた。爆弾発射、ツーマンノックアップ、イコライザー返していますが、エリムが決めた、キル回収、そしてオールアウトからタワーシャイトに引き込んで、棚まで倒していきます、キナツ。一気に前に出ていくのはユーヒ、バレットタイム打ちましたが、一瞬でキルになった、ダブルキル獲得はユーヒ。剣の仕掛けからこのにらみ合い、4キルにつなげたのは戦国ゲーミング。本当にスマートに決めてきましたね。剣のフックに合わせてエリムの入り、アルティメットで後ろからタナを蹴ったことによって、キナツにつなげたと。さあエース見に来ますが、最後方用スネが入った。ハゲの方 Q3 円幕だが、円幕当てましたが、 AOE ダメージでほとんど削られてしまっていた。最後はイグナイトで弦のキルになっています。カックンがいないのでちょっと補足はありますが、はい、間に合いそうですね。さあこのままバロンの獲得になりそうです。このタイミングならドラゴンにも間に合うでしょう戦国。さあ23分16秒バロンダッシャー獲得、戦国ゲーミング。いや今のファイト本当に素晴らしかったですね。睨み合いの中、ただの、まあ、ラムンのアルティメットもううまく機能するような地形だっただけに、ちょっと戦国難しいかなと思ったんですけど、横からの弦の仕掛けがクリーンでしたね。うん、バロンバフがある中ドラゴン40秒前ですから、戦国としてはポジションの獲得というところを十分狙える状況です。リプレイです。一瞬ここでゲンがちょっと危ないかなと思いましたが、うん、ただしっかり、ファーサイトオルタレーションを使いながらビリの位置を確認できていたのが大きかったですね。ここで本物の2個を結果に仕留めて、はい、アルティメットを使って棚を止めながらオールアウト、そしてカックンが入ることによってバックライン3マンで捕まえ切ることに成功しました。本当に綺麗ですね。エリムとこうキナツのコンボを見てました。カックもしっかり決めてたんですね。ウッドレーン主導権握って戦国としてはドラゴンタッチしてますね。うん、いやただこれ減ってるなので、ちょっとスマイトはないですね。さあ龍の怒りエースに対して当てている。ドラゴンは狩り終えたぞ。フラッシュインからトップブロッサム当ててはいるが、ゲンがしんがりを務める形だ。タナがオールアウトで持っていったのはエース、ただここを仕留める切ることはできなかったが、ヘテルが完全に孤立した。まだ追いかけるかキナス、後ろからテレポート。さあ相手の退路を断つ動きですが、各仕掛けに行く皇帝のブースター、これは届きませんでした。そしてイコライザーとバレットタイム、狭い路地の中、ただそれでもキナツは前に出てしっかりダメージ出している。残っているのは HRK、 強勝共鳴撃からエース獲得は戦国ゲーミング。
ちょっと最後ヒヤリとしましたが、そうですね、深くフラッシュなかったですからちょっと届かないんじゃないかなと思ったんですが、危なかったですね、それでもミッドのインナータワー破壊というところをつなげて、まあ、ドラゴンも取れましたし、うん、これでバロンパープレイ6000ゴールド超えそうなので、これインナーも取れるまだ伸びますね、ボイドグラブも効果もありますからね、破壊できそうですね、はい、リプレイです。まあ、これちょっと無理やり入っていった展開だったんですが、戦型が圧倒的に戦国の方が良いですね。ここで、あ、ヘテラ犠牲になるような形でしたか。ユヒ導入したとしっかり当てていたんですね、うん、ちょっと地形的にタナのアルティメット、ビニーのアルティメットとクリーンヒットする状況でしたから危なかったんですが、いや、気夏が入ったんだ、消えましたね、消えましたね今リプレイで追ってたんですけど、あっという間になく夕日の最後の方も飛んでいたようには見えましたが、はい、それでもなんか一瞬で持ってきましたね。そう、それだけのパワースパイク迎えられてるということですよね。加算点も今カチカチですからね。はい、さあ、気づけばグローバルゴールド1万ゴールドに近いゴールドさ、それが取れればというところまで行ったんですけどね、ちょっとゴールド状況が苦しいでしょうか。 V3 トップ上の CG に対してもちょっと狭い位置と、いうこともあって、もうつらつらフック怖いですから無理はできないですね。インナータワーは明け渡します。ブルーチームのタワーが破壊されました。エーサーも没頭してカウンターの動きを徹底してますね。テレポートはありますね。さあ、ここまででリコールになりそうです、戦国。各にゾーニャンその時も入りましたし、かなり V3 は苦しい状況ですね、明かりの強さはあるものの、ちょっと1体を落とすのが厳しい状況。対してビニーに対しての気圧の仕掛けであったりとか、エリムの鋭い仕掛けによってちょっとダメージ出せるところを落としてしまえば戦国側の優勢になりますから、ああいったバーストコンボさえさせなければいいというような。そうですね、よっぽどニーコのアルティメットとビーのアルティメット、ミスポーチのアルティメットとニーコのアルティメットが綺麗に決まらないと、それとも V3 としてはダメージが足りない状況になりますね。ユーヒもインフィニティエッジもできています。ムッドをキナツが押し込んでいく、テレポートありますから、バロンが1分12秒ほど、まだ時間はありますが、おっと、テレポートを使ってこのサイドレーンをずっとプッシュしてエースを、すごい力、これゲン回り込んでるぞ。煙幕はもう使ってしまった。さあ、リーシンは真の視界が取れる。そのまま抱え込んで皇帝の無罪まで使用して仕留めていきました。いやー、さらには体を張ってヘテルも視界取ってるんですが、はい、でミッドレーン押し込んでアウターター触りますが、これどうだ、破壊はできた。ミスポーチの足は速いので逃げられそうではありますが、エリムがどこまで追いかけてくるか。ミッドレーンに戻ることはちょっとできそうにない。キナツはすでにトップにプッシュした状態だ。インヒビタターは触り始めたぞ。3人がボットサイドでリコールかけています。タワーの破壊までは戦国としても間に合わなさそうですが、さあ、ここから目に戻ってくる。やたら早い、早い。もうエリクサー飲んでる。さあ、一瞬でインヒビタータワー、そしてインヒビターの破壊に成功します。この間にもバロンの時間がもうやってきます。ただ、まあ、ドラコンとかなりタイマーが近いですから、どう考える。イコライザー3名に当たっている。ただ前に出てきたところをオールアウトしながらキナツが止めている。トレードにはなった。ポプロサム2番、ただ夕日は逃られているぞ。ドーニングシャドウ内永ですが、大きくダメージが入っている。シャットダウン獲得がベリー、カックン無敵になっていますが、もう周りに味方はいない。うまくブリンクした先もスキル届いていました。一瞬の隙見逃さなかった。 V34 キル獲得です。素晴らしいアルティメットでしたね。タナのイコライザーから決めました。まさかそのタイミングでというところをついたような、まあ、エンゲージというか仕掛けでしたね。これ夕日はうまく距離となんていうか取り続けられていたので、なんとかなるのかなと思ったんですけれど、リプレイです。さらにここ HRK が突っ込んでいったところ、はい、アルティメットで
強いのダメージ出せてますし、うん、ミニがずっとフリーですね。もういいブリンクでしたが、いや最後の一発届いてますね。届きましたね。これでバロン獲得からドラゴンはいけなかった。ただいやー、この1万ゴールド差のあるシュータ戦勝ちましたね。 V3 電子時計握ってポジションの獲得さえうまくいけばドラゴンファイトが狙いか。いやこれはドラゴンを渡してでもパワーを取るか。いやただ自分たち取れればソウルですからね。そうですね、オーシャンソウルは取りたいですね。さあ体をドラゴンに向かって寄せていく。夕日はフラッシュありますが他のプレイヤー SG はフラッシュありません。大きく回り込んでいるのはエース。ただ見つかった。ドラゴン体力は6000ほどプラス。ハゲの遠投法打ったその瞬間ゾーニングがかかるか。イコライザー真横に引いてポップブロッサム、またしてもツーマン。 A もしっかりと巻き込むことはできている。そしてタナがキルの獲得に成功だ。そしてエースが下水からアルティメットキル獲得。残っているのもゲンと勇気だけ。3キル獲得。 V3 夕日に追いつくか。最後の抱擁を当たった。兵器神速届かず。ここは夕日としても逃げ切ることはできましたが、ドラゴンの確保は戦国が行ったものの、集団戦ではまたしても V3 が勝っています。オブジェクトつなげられるでしょうか。デスタイマーは20秒以上ありますよ。バロンバックありますからね。インナータワーインヒビターまで取れればチャンスありますよ。対応は夕日。ミニをクリアされて送らされているのでエンドは難しいか。インヒビターを取って下がることになりそうです。ゴールド差がみるみる詰まってきました。リプレイです。まずエース側のポジション取れていたというのが大きかったのと、ちょっとカックンが浮いてしまいましたかね。ここで WEQ 打ってしまったので攻めに使える兵士がなかった。アルティメットで回答はできたものの DPS で勝ることは難しくなりましたね。エースが死ぬ持っていきましたね。そして上からしっかりとエース選手が構えていったと。いやこれ重要なところでしっかりとヘテルのニーコが刺さってますね。そうですね、いいタイミングでアルティメット、まあ、最初に使わずに、途中から使うことによって戦国の仕掛けも潰すような形でアルティメット打てているのがかなり素晴らしいですね。この死んじゃうとニーコのラインによってかなりビニがフリーでダメージを出していますね。ダメージとしては AD キャリー感は方法差がない。さあ逆転からの逆転あるのか。次の集団戦勝ったら間違いなく V3、状況次第ではエンドも狙えますからね。狙えますね。だからそれは戦国サイドも同じ。トップレーンにはまだスーパーミニオンがアップしている。もう一度オーシャンドレイクでのファイトが起こる形になりますか。時間は、まあ、オブジェクト絡むのであればややありますね。どちらも2分半ほど、まあ、当たり油断はできないですね。 V3 ゲンのフックがありますから、うん、ビニーとヘテルはフラッシュがあります。戦国は今度先ほどなかったフラッシュはそれぞれ持ってくるでしょうか。おっとブラストゴーンちょっと怖かったですが、ここは引いていきながら相手のジャングルオブジェクトを戦国が取っていく。おたらコロンボ、おっブルバフ V3 取りましたね。さあ追いかけていく。追撃は届かなさそうですが、レッドチームのタワーが破壊されました。さあその間にもボットレーンのプッシュを行っているのは各君ですが、エースが面白い位置、レベル17強いぞ。エンマから狙っていく。おじしりけ突っ込んでいた。ブラストコーンとイコライザーちょっと絡むような形になったが、お互いダメージは入りきりませんでした。アルティメット2つダウンは V3。 ハックンがボットに向かったのでというところをついた V3 の仕掛けだったんですが、惜しかったですね。テレポートなかったですからね、ハックン、うん、非常にいい仕掛けではありましたね。ちょっとブラストコーンもありつつ救われたようなところでしたかね。戦国はそうですね。さあトータルゴールドビニが16000、そして続いてはタナ、かなりシャットダウン獲得してますからね。4キルではあるんですが、でもゴールド差はもうほぼないというか、キャリーは持ってますね V3 の方が。そしてまあセナなのでパッシブの関係はあるんですが、確かにアイテムを考えれば、はい、しっかりとビニの方が上回っていると、うん、いう状況ではあります。ヘクスドリンカル止まっているところがありますからね、さあ1分ドラゴンバロンファイ、ドラゴンソウルでやはりファイトですかになると思いますね。バロン
とイットブルームを変えたエース強気ですね。ここに来てもゾーニャシーカーアームガードを挟まないと完全に軽くに振っています。いやー戦国は本当にゲンとエイリム次第になりますね。そこですか。移りはヘテルのアルティメットがどれだけ機能するか、そしてビニがそこに合わせてしまえば、まあ、これまで見てきましたがすごいダメージになると。そうなりますね。もうアルティメットにこだわらずともオートアタックが入れられるだけでダメージは加速しますからね。お互いのエンゲージどちらが決められるか睨み合いが続いています。ドラゴン20、バルゴン10秒。ポジションを見るとやはり意識しているのはドラゴンになるでしょうか。エリムが裏を取りそうだ。入り切ることができない。怒り投げ、ここは外れた。 HRK 体力が削れています。ゲンに対して仕掛けていく。アルティメットこれはディセンギするような形になってしまった。ちょっとオートが入っていなかったでしょうか。弾いてしまいましたね。夕日のオートのスローが入るのを見て逃げていく。ドーニングシャドウダメージはヒロキ、あ、HRK に対して届いていますが、裏取りはエース。体力の有利を取ったのは戦国です。そうですね。リソースのところでも戦国のが上回ってますから、各君一人でドラゴンを触らせると。ここをつけるか。 V3 イコライザーからの仕掛けありますが、戦国撤退していく。ドラゴンはもうあと3分の1ほど、これは取れそうです。バロンに切り替えますか。これでドラゴンのスタックは3対3。各君が間に合う。体力とまだ少ないですがフルーツ拾って回復できていそうですね。2人目エリム Q 当たってるぞ。スティールはこれは取ったのはなんとキナッツだ。さあイコライザー狭い道、ポップブロスため相手の攻撃に対してスリーマン当てられている。そこに対して突っ込んでいくのはエース。一瞬で夕日を持っていった。ただしエリムとキナッツの合わせ技でそのエースを倒す切ることには成功。残されていたメンツを V3 としてもしっかりと倒しています。いやー1-3トレード。エリムが取りましたね。総合的にはもちろんキルはあるんですが、もうオブジェクトで考えればラストヒットの表記がキナツだったので、どういう風になったのか。あ、キナツですか、はい、そうですね。まあ戦国側がテンポを掴んでるという表現で正しいんですが、はい、ただ集団戦のダメージを見るとそうも言ってられないなみたいな。そうですね、ダメージは本当に出てるんだなと。まあタンク陣がね戦国にはいますから、そこが受けてるんでしょうけれど、でエースの活躍が素晴らしいですね。いや明かり刺さってますね。前衛から後衛にかけて全てにダメージを出して、いやこれでシーカームガード変えたので、この1回をどういう風に使えるか。まあ、本来はこうキナツの加算定はエースに対してではなくビニに対して入っていきたいんですが、もうちょっと対象してスキルをうまくエースに入れていかないとまずいという判断の仕掛けでしたね。うん、さあバロンバフを持っているのは戦国ですが、バロンバフは、うん、一応クループアップすることによってミッドレーンを押し返しました。トップのインヒビターが、まあ、もう復活していてターンもありませんから、そこに対してミニオンをキノスは押し込んでいきます。さあリプレイ、このバロンの地形の変化もありましたが、うまく、あ、本当にもう同時でした ね、エリムとキナツがスマイトも合わせてしっかりダメージを出し切ったと。ただここに対していやエースの動きがやはり素晴らしい、うん、だからそこの対処に人間を割いてしまうと、あのビリのコンボが止められないというような状況でしたね。いやトップのプッシュを行ったところに対してはエースが対応しています。エリムがずっと裏取りをするようなジャングルの中で隠れているんですが、ピンは出ていますね。夕日も一応フルコアになってますから、ダメージは出るはずなんですが、スタックどのくらいですかね。レッドチームのタワーが破壊されました。まあ、時間はかなりもう40分ゲームになりそうですからね。そうですね。さあバロンもしくはドラゴンをかけての戦いとなるとまた少し時間がかかりますが、ちょっとそういうゲームになりそうでしょうか。そうなると思いますね。もう一度にらみ合いが発生して、うん、エンゲージの精度、ダメージの出し具合と重要なのがそこなのは変わらないと。変わらないと思いますね。まあ、少なくともビニをどう止めるかというのがここまでの戦国の課題になってますから、なんとかしてエリムゲンで止めるか、キナツが張り付くかと。相手のスキルとその
制圧するエリアが多いので、カックン結構ダメージを出すの難しそうにしてますね。そうですね。足も止めないといけませんし、もうドニアスナドキありますから、こうシュリマシャクルのような形でバックライン狙っていく形でいいと思うんですが、うん、なるほど。さあジャングルの中、カックンとエリムで待っていますが、ここは棚が警戒している。ドラゴンまだ1分。バロンのバフももう切れました。次どちらかがドラゴンソウルの獲得になります。いや、もうキナツエリムです。ソラリのロケット2枚。なるほど。シールドもマシマシで、いや、もうあのゲーム合わせて3枚ありますよ。そうですね。AOE ダメージも全部これで消しやろうみたいな、まあ、それぐらいのダメージは多分ビニから出てますね、はい、さあ面白い GS、 顔を覗かせたのが柔らかいプレイヤーならおそらく一瞬で持っていくでしょう。待っていますが、後ろを取ったか。さあフロントが接敵し合ったイコライザー、太陽のエンバー、そしてエースが後ろから狙っているが、タワーをどう考えるか。まずはゲンをビニが仕留めていきました。プレッシャーはかけましたが、ここはエース飛び込まない判断で、タイマーもう長いですよ。45秒です。ドラゴン間に合いません。太陽の円盤があるので、ここのラインでミニを止めることはできますが、ビニに対していいスローですが、テレポート、ここにエースが戻ってくる。おっと最後の抱擁、2人決まってしまったが、夕日が触っていいダメージだ。横からはカックン、ヘイテールがやられてしまった。夕日かなりダメージが出るようになってきている。横からエイム飛び込んでいって、無敵になったらこのタイミングでエース。ドーニングシャドウは木には届いていない。最後の抱擁当たっていますが、触れるプレイヤーがいません。4対4、お互いサポートがデッドしている。ゲームは10秒、ドラゴンソウルがかかっています。さあこのタイミング、ノックアップ仕掛けていった。一度カックン無敵になる。そこにバレットタイム、キナツは耐えられている。ドラゴンピットの中、カックンブリックアウトには成功。エースが煙幕で自主的にフロントをしています。返しのダメージで持っていくのか、ヒールで助けている。エースがデッドしない、エースがデッドしない。そしてビニも耐え切った。この4対4制していったのは V3。 いやー、もう説明できない。すごい駆け引き、ギリギリのところまで本当にエースが相手を翻弄しましたね。ビニのヒールのタイミングも見事でした。あそこ絶妙でしたね。エンドか、ドラゴンを無視してますからね。スポーチめちゃめちゃ早いですけどね。さあバックライからのクラッシュイン、ノックアップが3名に入ったでしょうか。そこにキナツが突っ込んでいて、 Q3 しっかりと当ててはいるんですが、1対3イコライザーがアップしてくる。ただそれでもキナツが守り切れるのか。キリアクのモシンスタンを当てて、味方のデスタイマーは残り10秒ほど。いやー、1対3守ったぞキナツ。すごい、まあ、ゲンの初動が良かったですね。そうですね、あそこで一気にリニを捕まえたというのが良かったんですが、ちょっとここは本当にもう細かい心理戦がずっと繰り広げられていて、はい、エイムのまずこの入りがうまく決まればということだったんですが、エースがフランスの時で反応、そしてここからも 4V4 の中、ヒロキがフラッシュインで一気に打ち上げからの仕掛け、ドニアスナドキで反応するもののイコライザーのダメージが痛い。いや、エースが入ることによってフォーカスを受けるんですが、あー、なるほど、ここはイグナイトでタックンはデッドしましたね。あー、そして今のシーンですね。今のシーンでエースがビニのヒールによってギリギリ生き残って、クリプトブルームで3人回復したクリプトブルーム強い。いやー、さあこれでうわドラゴンソウルは V3 の手に渡りました。試合時間44分です。まだ終わらない、有利は取りました V3。 ただ相当なシャットランゴールド、おそらくキナツには入ったと思うんですよね、まあ、フルビルドですか。そうですね、レベルも18。いや、もうレベル18のプレイがほとんどだ。いやー、ちょっとどうですかね、これどっちが有利なんですか。いや、ドラゴンソウル獲得したとなったら V3 の方が上手だと思いますが、うん、ただ油断はできないですね。もうセナがどんだけスケールしてるんだっていう。いや、まあ、さっきヘーテル触った瞬間にとてつもないダメージ出てましたからね。インフィニティエッジ購入してますが、クリティカル 100% なんじゃないか。まあ、パッシブで伸びていきますね。そうですね。
さあ AD も伸びてますからね。 AD 射程と横からエースのプレッシャー、視界は消しきれていないので気づいてはいる。最後の方よ、対象はタナ、ボットのプッシュはカックンです。バロンバフを持っているのは戦国サイドですが、押し込んでいく。ファイオネームを取って、おちょっとバックタに近い形でタワーを取ってしまうと、ただタナがかけてくるぞ。タワーの破壊には成功、イコライザーは打ちません。バロンバフを生かしながら戦国がここは振り回す時間になっていますね、うん、あとバロンバフがありますから残り1分の間、はい、バイチャルケ強気に前へ出ていく。横からヘテル、エンゲージはここは行いません。各リコールです。一旦リセット。いやバロンバフがあと50秒ですが一度戻ります。エルダーマレは4分ですがどこで決まるのか、本当にワンファイト、今ワンファイトで決まらなかったんですが、そうですね、決まってもおかしくないそういったファイトでした。一旦戦国としてはエイリムのフラッシュがあるというところが仕掛けのツールになってますし、V3としてはヘテルのフラッシュがあるというところが、うん、まあ、非常に大事なポイントになっています。スーパーミニオンがアップしているのは現状このミッドレーンの V3 サイドのみにはなっています。敵陣一つ当たった、怒り投げ返しているのはゲン、横からヘテルが回り込もうとしている。エースが M を使いながら相手をフロントで押しとどめている。2番そこにバレットタイム、キリキリ夕日に届いていましたがマルモティウスも発動して耐え切ることができている。キナツも離脱成功、ドーニングシャドウはキリには届いていませんが強襲当たった。ここはエイム飛び込めないか、ヘテルに対してキナツが Q3 当ててストップウォッチを使わせました。ヘテルはちょっと逃げるのは難しそうだ、時間は稼ぎますがここでデッド、夕日のキルになっています。このぶつかり合いでもまだ1キルのみ、うん、ただデスタイマーは長い、53秒だ。ミッドをプッシュしてインヒビター破壊までつなげたいですね。インヒビター3つ破壊、アルティメットも V3 一度全員使っていますね。もうこの時間ですから非常に早いのでエースはもう上がる、 HRK も上がりますね。ビニのみが少し時間がかかりそうですが、ボットに向かって流れていくのは戦国ゲーミング、インヒビターを狙いそうです。ヘテルまだ20秒ある、いやー長い、ゲンのフックがちょっと耐えられない。どう刺さるか、あていうかもう夕日レンジ内から殴れる、エンドのプレッションかけます。めちゃくちゃ射程長いですね。そうですね。さあネクサスタワーが1本割れた、このタイミングで光投げ、ビニステップを踏んでかわした、ヘテルが湧いた。 HRK の体力が徐々に削られてきています。エース煙幕も使用しました。ヘテルが合流、ネクサスタワー1本の剥がれとどまるのか、まだ攻める、終わらせに行くのか、人数差は戻った。 HRK の体力がやら削れている、光投げ当てた、そしてバースト、ただそのタイミングで佐々木からアルティメットを展開して耐えることはできている。横からタナもプレッシャーをかけていきますが、ドーニングシャドウから夕日がクリーンの状況だったらポップロスも刺さった、バレットタイムも突き刺さっているものの、お互いのキャリアまだデッドしていない。夕日がオートアタックで切る状況、アルティメットがなくなってしまったところを仕留めていきました。タナが体を張りながらビニを守ってはいますが、最後はゲンが押し込んでいきました。3キル獲得、戦国ゲーミング長い長い戦いでしたが、ようやく幕を下ろすことになるんでしょうか。ネクサスタワーからネクサス製破壊、選手たちもひときわ嬉しそうな表情です。さあこのゲーム